エニチャンネル。何のために戦うのか、何のための選挙戦なのか、それをまず多くの人たちに知っていただきたい。今回この中で厳しい状況、まだまだ医療介護福祉の現場、エッセンシャルワーカーの皆様方も苦しんでる、事業者の皆様方も苦しんでる、働く仲間の皆さんも苦しんでる、農業者の皆さんが頑張っている様子を見ると、今年は米の価格が下落だ、これからどうやって生きていったらいいと思いますか、変えてくださいよ、多くの声がある。今回の選挙戦で改めて、何のために私は政治家をやっていたんだ、そして何のための戦いなんだ、改めて考えながら、改めて一つ一つの皆様方の言葉を受け止めながら戦ってきました。12日間私がここまで来れたのは、まずは今日おいでになっていらっしゃる全ての皆様方のおかげでございます。ありがとうございます。そして全体本部、この福島市では高橋英樹選対本部長を中心として、また全体でもそれぞれの県議団、市議団の皆様方が一つになって全体を動かしていただき、また私のサポートをいつもしてくださった遊説隊、この皆様方がいらっしゃらなかったら一歩一歩前進することはできませんでした。そして何よりも私がこの戦いをさせていただけたのは、連合福島、皆様方、連合福島を中心として、まず私を候補者として選んでいただけた、今回ももう一回金子屋に出ろ、3期目だ、頑張れと言っていただけたこと、そしてまた市民連合の皆様方には党派を超えて一つになる、そのような環境を作っていただけたこと、すべてに感謝、感謝しかありません。でもここで終わるのではない、今日のこの打ち上げ、ここから私はスタートだと思ってます。政治を変えなければ絶対に私たちの生活は良くならない、この国は良くならない、そのことを多くの方々からも私は訴えられた、私も訴え、反対にその訴えもいただいた、明確になった選挙戦、これまでもアベノミクス等も含め一部の人たちの政治だったと思います。格差社会が広がるばかり、その中でコロナ禍一番打撃を受けたのは弱い立場の人たちだった、だからその方たちに目を向けることこそ本当の政治です。今も全国福島本の会長、そういうおっしゃってくださった、よく私の考えもいつも見ていただいている、正常だから、だからこそ取り戻そう、その選挙戦がこの選挙戦、豊かになる人たちだけがどんどん豊かになったり、一部の人たちのために政治が動いていたり、こんな間違いを正していこう、それが今回の選挙戦、ずっと今日も一日選挙区内を一回りさせていただきました。どこに行っても聞く言葉、この選挙期間中でずっと聞いてきた言葉ではありますけれども、今の政治じゃダメなんだ、
変えてくれ、なんとかしろ、お前たち力をつけろ、そうも言われました。力をもっともっとつけたいです。でも私たち候補者がどんなに一人で頑張ってもそれはできない。だから今日集まっている皆様方がお力をお与えくだされば、ここで一つの勝利、それが政治を変えていくことの大きなステップにつながっていく、私は感じます。私自身はまだまだ未熟な人間かもしれない。でもずっとそう思いながら、いつでも多くの方々から学ぶ、その姿勢を忘れないで、そして政治の道を歩んでいきたいと思っています。コロナ禍でこれからどうしたらいいか、今回こうやって青空集会や街頭演説だけでお伝えさせていただきました。繰り返し申し上げていることではありますけれども、皆様に自粛自粛、我慢我慢、これだけでなんとか感染者の方々も減りました。国が何かうまいことをやったかじゃない。だからこそこれからがリバウンドになるかどうか分かりませんが、その前にならないようにやるべきことはやっていく。 PCR 検査、抗原検査、そして医療体制しっかりと整えていく。エッセンシャルワーカーの方々に対する医療金も含めしっかりと進める。また事業者の皆様方、苦しんでます。そもそもずっと苦しんできたけど、さらに苦しむ状況にもある。持続化給付金の再交付もする。でもまず何よりはまずコロナを抑えよう、封じ込めて、そして少しずつ経済を動かしていく。経済を動かすのであれば、しっかりと格差を是正する形でやっていきましょう。消費税も次元的ではあるけれども、やっぱり 5% にしなきゃいけない、ギリギリかもしれない。いろんな議論はこれはありますよ。そのことによって社会保障の財源どうするんだとよく言われますけど、財源は皆様方の生活を良くするための、暮らしの底上げのための財源はあまりにも大きくなってしまった。内部留保をため込んだ巨大な企業からいただきましょう。あまりにも今まで優遇措置やりすぎました。それをなくして、そしてまたさらには豊かな郵送の皆様からもご協力いただく。そしてもう一度日本らしい社会保障制度を作っていく。その分厚い中間層を再構築していく。これが共に生きる社会、支え合う社会です。それを私たちは求めていかなくてはいけないと思ってます。復興の問題、まだまだ道半ば。相馬の方も、南相馬の方もぐるりと回らせていただきましたが、これ福島市内にだって影響あります。今まで実害とも思える風評被害がある。私たちの意思を、意見を全く無視して、アルプス処理水の海洋放出、この基本方針決めました。そのことも政治が全く私たちの手から離れている、それを示している状況です。皆さんの意見、私たちの意見、これを聞いてください。それを訴えても訴えても全く無視して、全てが進んでいく。そしてまさにあの10年前の原発事故もなかったことになっていくんでしょう。大変恐ろしいことだと思います。だからこそ私たちは立ち上がってこうやって戦いを進めています。全ての人たちがこの日本で生まれてよかった、そう思えるような安心できる国づくり、社会づくりをするためには、まずは私たちの手に政治を取り戻していかなくてはいけない。
今回強く強く私は多くの方々に申し上げさせていただいている。これ以上今の与党を大きくしてしまっていいんでしょうか。政治の私物化がもうここまで進みました。それをストップさせるためにも今回はやっぱり私がこの福島一区で勝利をさせていただきたい。そのことが私の皆様と約束をした政治を変える、政治を私たちの手に取り戻す、このことにつながっていく。皆様それをご理解いただけますでしょうか。しかし大変厳しい選挙戦なんです。無関心、これも私たちの責任です。今回の選挙戦は無関心にはいられません。そう訴えてもなかなか届かないところもあります。だからこそ皆様方、まだ残り少ない時間でありますが、選挙戦は終わってません。皆様から輪を広げていただきたい。大切な選挙戦だ。絶対変えなきゃいけない。今こそ政治を変えるとき。それを皆様方、多くの皆様方にお伝えいただいて、そして私軽く歩み、私軽く歩みに皆様方のご声援を最後まで賜りますよう心からお願いを申し上げます。全力でまだまだ戦い抜いていきますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。お世話になります。決まるまで最後の最後まで頑張ろう、頑張ろう、頑張ろう。おはようございます。金子でございます。金子恵美でございます。ありがとうございます。